実はね、湯婆婆ね、人情がありすぎて、人を好きになりすぎるのでですね、愛するものを手放せないんですね。例えば、某っていうですね、あの赤ちゃんの巨大なやつ、あれはね、わかりやすいんですよ。あれは出来合してるからだというふうにわかるんですけども、例えばその、白にしてもですね、その、千尋にしてもですね、実は割と気に入ってるんですね。例えばその、千尋がですね、最後の方ですね、ゼニーバーに会って謝っていくと言って、会いに行ったことを知ったらですね、すごい怒るんですね。 何って言って、千尋の両親をもう食べてしまえというふうに怒るんですけども、基本的に愛情が深すぎるからです一回気に入った人が自分の元を離れたらですね、すごい許せなくなるんですね。と同時に、白がですね、怪我したらもうそいつは役に立たないよ、捨てておしまいっていうのは、好きな理由はあるんだけども、それは役に立つからとか自分にいいことをしたからすごい気に入るわけですね。 でもその人が役に立たなくなってしまったり、自分の元を去ってしまったら、極端に憎んだり、極端にいらないというふうになってしまうんですよ。 ユバーバってそういうすごいね、人間味が強すぎる人なんですよね。油屋で働いてるですね、カエルとか女の人っていうのは、実はこの設定って公式には統一されてないんですよ。で、一つ言えるのは、カエルとかナメクジを使うということなんですカエルとかナメクジっていうのは昔日本ではですね、一つの呼び名でくくったんですよ。分類学上ですね。えー、日本古来の博物学でですね、本草学というのがあります。本草学ではですね、人間と獣で、 鳥、魚。こういうふうに分けるんですけども、人間、えー、獣、鳥、魚以外のですね、すべての生き物をですね、あの、虫っていうふうに言うんですね。えー、ヘビも虫なんですよ、実はヘビ。ヘビでマムシっていうのがいるのは、なんでかというと、ヘビも虫に分類されるからですね。トカゲでもクモでもですね、昆虫以外、小さい動物っていうのはすべて虫というジャンルになっています。 つまり、ユバーバっていうのはですね、虫をめでる人、虫をめ,めでる姫様なんですね。つまりこれ、ナウシカなんですよ。で、ナウシカでありながらですね、その仲間たちを対等に扱い、契約を重んじるわけですね。実は、ユバーバっていうのは、ものぬけ姫のエボシ様が暴君化しちゃった存在なんですね。もともとはナウシカっぽかった人が、周りと、 なんか戦ううちにですね、あの自分たちでルールを決めてそれを守らなければいけないと。で、全員に公平にやってるうちは良かったんですよ。若い頃は良かったんだけども、だん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 年を取って、その自分の中で若い頃は抑えていた情熱みたいなものが暴走しちゃって、暴君になってしまったエボシ御前っていうのが、 実は湯婆婆なんですね。だから湯婆婆っていうのは多分、もっと前の、もう少し若い頃っていうのは、もうちょっと判断もしっかりしてるし、人情化でもあったと思うんですけども、なんか自分が好きになっちゃった人とか、自分が好きになってしまった財宝っていうのに囚われて、以前の人間味っていうのを失われて、まあ嫌われたりですね、その恐れられてると。ドーラばあさんの未来の姿であると同時にですね、これ何かっていうとね、おそらく、宮崎駿から見た鈴木敏夫なんですね。 宮崎駿自身かもわからないです。二人ともですね、気に入った人を徹底的にひいして、で、自分から離れていった人にはすごく冷たくあしらうというので、まあ、有名なんですけれどもですね。宮崎駿のヒロインっていうのは、その幼い頃はですね、シータみたいな、まあすごいいいことして書くんですね。それがナウシカみたいになってきて、自分の中の情熱を持つようになってきて、エボシのようにですね、人の上に立つ立派なリーダーになるんですけども、その後ドーラっていう、 自分の欲が出てくる存在になって、最後、ユバーバーっていうですね、自分の中の欲望と人に対する愛情がもうわかんなくなって暴走していく姿になると。これがその宮崎駿のですね、ヒロイン像ですね、の一つのサイクルなんですよ。